こんにちは、ロージェスです。今回は新エヴァンゲリオン解析2回目になります。1回目は新エヴァンゲリオンの全体像をお話ししました。2回目ではこの日本文明の挑戦、それと人類保管プロジェクトの秘密を語ってみたいと思います。新エヴァンゲリオンを見るときに、鬼滅の刃の映画はこの仏教的なね、その世界をこの鬼滅の刃で感じて、いたものがあったら、新エヴァンゲリオンは、キリスト教の限界をどう超えていくのか、この宗教と科学の融合の時代ですね。今人工知能 AI が登場するときに人間がどうあるべきか、そのことに対して、日本文明の挑戦が始まっているんだなってすごい感動した映画ですけどね。はい、この新エヴァンゲリオンは本当に最先端のこの科学とこのキリスト教の、思想も融合させた映画ですね。そこに仏教の心の世界まで取り入れて、解析してみようとするんですけどね。はい、Nテックではこの物質の世界とエネルギーの世界と心の世界、この3つで、見てますね。この物質の世界はアナログスクリーンの中のストーリーの世界ですね。思い込みの世界ですね。その形で表現すれば、新エヴァンゲリオンの、主人公は、怒り真理ですよね。怒り真理と、怒り剣道、怒り優位、怒り真理のその3人の、家族の、この人間とは何なのか、生きることとは何なのか、この家族全体が取り組んでいったこの人生の意味とは何なのかを探す、その、ストーリーで見ることができるんですよね。このエネルギーの世界は次元の主体っていえば、庵野監督の、意図が何だったのかとかね、映画を作った人の意図、そんなこととつながる話がなりますね。あと次は心の世界っていえば解析リテラシーですね。その映画を見た人たちがそれをどう解析するのか、解析の主体、私は令和哲学の観点から見てこのエヴァンゲリオンのほどをどのように解析するのか、令和哲学では本当にこの物質文明がもうピリオドを打って、実は2020年から心時代が始まっているし、心時代を引っ張っていくのが日本文明だって、そのことを26年間語っているんですけど、その解析の、目線を持って、エヴァンゲリオンの、解析しようとしてます。この前の新エヴァンゲリオンの解析1では、この全てがこの怒り真理の思い込みの世界だよってして、かなり、エヴァのファンから見たらとんでもない話ですよね。あのぐらい壮大な、ストーリーを持って、数魚の神まで全部動員して最先端のクローン人間からもうね、すごいよね、最高の IT の世界までも全部取り入れてやってるのに、それをなんか真理の思い込みだったんだって言っちゃったら、なんだこいつって思うことできると分かった上で、それが本当にわびさびだよって、かなり桜の花が綺麗にめちゃめちゃブライアティだけど、さっと死んだ時にはめちゃめちゃシンプルじゃないですか。そのほどわびさびを表現できた立派な映画だと私はそれを見てました。感動しました。
さすがって思いましたね、うん、そのな思い込みの石灰をちょっと取り入れて、レーバーで近くではこの、うん、テクスト文字をテクストで見るよりは映画をテクストで、ね、勉強するのはかなりいいと、うん、言ってます。イメージしやすいから、うん、その意味でこのエヴァンゲリオンって、ね、自体は人類補完プロジェクトだからね、うん、人間自体を再創造するですね、うん、今まで創造した世界をオールゼロ化して、まあね、インパクトで言ってますよね。アディショナルインパクトとかね、サードインパクトとか、ね、ゼロ化の意味ですよね、うん、でゼロ化しながらどんどん人類をアップグレードさせていく中でもうかなり次元上昇したアップグレード、ね、必要、まあ、そのことを、この映画の中のストーリー、とつないでちょっと解析しようとしているんですけど、大きく見たら、まあ、とにかく今までの物質文明をリードした人間、その人間をどう卒業させるのかですね、はい、まあ、そのことをね、うん、ある状態とある状態の変化ね、うん、その形でよく語るんですけど、うん、ある状態ね、世の中の検出世界を全部ちゃんと観察したは必ずある状態からある状態の変化ですね。ある状態があって変換装置を通過してある状態の変化が、ね、起きると、ね、うん、それが全ての共通の、ね、うん、共通点ですね、うん、だから、まあ、そのことを、うん、ある状態からある状態の変化、これが いかにどんなスピードでこう変化していくのか、瞬間変化率ですね、微分と積分、物理学ではその形である状態とある状態の変化を変化運動移動の運動方程式で、はい、それを語りますね、物質のレベルなのかエネルギーのレベルなのか心のレベルなのかで瞬間変化率の、ね、スピードが全然変わりますね、とにかくそのことで、はい、こう一番、うん、数学の中でかなり、謎の数がありますよね、それが、うん、E のネイピア数、自然定数ですかね、はい、それと Φ ですね、円周率、円数値 Φ、うん、はい、このことの秘密ね、うん、数学で数とは何なのか、E がなんで 2.718281 無理数がちょっと出るのかね、うん、そう、なんで一つに数連していくのか、重と、ね、うん、関数自体が、はい、それがなんで 2.718281 ジューっといって、これはね3の超えちゃダメですね、いいわね、うん、で π は 3.1415、 これは3の絶対超えなければならないね、仕組みがあるんですね、うん、まあこの話を細かくね説明、うん、すればかなり数学的ないろんな話してからね語らなければならないんですけど、一番ある状態からある状態の変化、ね、を考えた時に、ね、一番、ね、今私たちがいる現在地ですね、この点の中にいるよって、じゃあ昔はどういう状態だったのって、まあね、うん、時間もない、空間もない、存在もない、エネルギーもない、ね、うん、この絶対世界から点の中、この相対世界で天の中で思い込んでいる、まあ、真理の全ての思い込みだの形で、解析し、することがしたんですけど ねエヴァンゲリオンの、ね、解析のそれが、だからまあ天の秘密分かれば全て分かるよって、一番ちっちゃい点と一番でっかい点で全てがね、うん、微分と積分なようにね、うん、微分積分で宇宙すべてが語れるようにね、そのように天の秘密分かればすべてが分かると、はい、だから人間はみんなね天の中にはまり込んじゃってる状態だから、ね、うん、天の中に入っちゃったら思い込みの主体で生きるようになる、
ね、アナログの世界って主語、述語の世界、虚語の世界ですね、はい、この、うん、この点の思い込みの主体が、ね、維持できるよりずっと、ね、うん、意味がつながるよりさせるのがエネルギーの世界ですね、次元の主体、うん、だからエネルギーと物質の関係ですね、そのことを語るのが実は、ね、ある状態と、ね、ある状態とある状態の変化でこう変換装置と、ね、ある状態の変化、その関係性を語るのが、初めては 3.1 だったら次は 3.14、3.141、3.1415、 ずっと今は一番初めてのね、ある状態はどういう状態で、一番初めてのある状態の変化はどういう変化なのかって、これがね、うん、まあ令和で地学ではね、観点って言ってるんだけど、数学では関数になりますね、はい、そのことがね関わっていくんですけど、うん、それが、うん、かなりのね、我々のこの人間が見てる人間のユニバース、宇宙ですよね、そのことを変換装置から変化の結果物になっていく関係性を語ること、これをね決定論、治癒意志論と決定論って言ってる時には、もうエネルギーと物質の関係は決定されちゃった、そこの変化率を語るのがね、実はね π なのね、うん、数学的には π はね、円があったら円のね、知る1に対してこの、ね、長さ 3.14 だよって、まあそんな表現になり立ってますけれど、哲学化させればこれはね決定論なの、ね、エネルギーと物質の関係がどんな関係で行ったり来たり行ったり来たり、粒子もできたり波動もできたりするのか、実はそこですね。でエネルギーと物質の関係、のその世界だったら、それが全部解けて心化させてフィードバックが起きるとき、はい、その世界ですね、で一番ある状態に戻る、一番ある状態と、ね、解けていく世界を、ね、その世界、心とエネルギーの世界ですね、心と変換装置の世界自体は、うん、このように 2.7 から出発して 2.71、2.718、2.71、今はかなり時間がかかっちゃってるから、今この瞬間ね、心と変換装置の関係性、これはいいですね、これは自由意志って言ってます。だ今この瞬間、観点が、我々は観点は変わってる、だけど、うん、エネルギーと物質には影響力を与えるができていない、だから決定論自体は物理の因果は潰れてない、物理の因果を潰れてない状態で自由意志が働いてる、まあそのことが自由意志のシンボルですね、意は、ね、うん、エネルギーのね、エネルギーと物質の決定論、因果法則を成り立たせるのは π ですね、まあ E と π が何なのかね、数学、ね、では教えてないから、この令和哲学で初、歴史初ディファイン解析ですよぐらいで、これね、はい、そんな状態ですね、これがね、だから心、エネルギー、物質が行ったり来たり行ったり来たりね、して猫釘葉っぱ、猫釘葉っぱ、これがねずっと物質文明でね繰り返しがねできて、もうエントロピー無限大になっちゃいましたね、うん、だから人類保管プロジェクトが必要ね、だからちょうどそのタイミングでエヴァンゲリオンとね、うん、鬼滅の刃、仏教の悟りの世界をこう強調するのが、うん、鬼滅の刃だったら、キリスト教の限界を突破するのが新エヴァンゲリオンですね、だからよ、仏教もキリスト教も突破していく世界を、数学と科学を融合して、これで新エヴァンゲリオンで
猫釘葉っぱ猫釘葉っぱ、これをずっと繰り返しているのが今までの南西性狩りの文化 DNA って言ってるんですけどね、これは後で時間があったら案内しますね。はい、このことがずっと雑草ですね、外見ね、栗があったら胃がのまんまで食べてるから、人間は悲惨残酷屈辱四苦八苦痛い苦しい鬱自殺殺人戦争終わらないんですね、胃がのまんまで食べるから。だからそれが終わるよってね、人類保管プロジェクトね、美味しく花を咲かせる真理の花を咲く、今ここ目で見てるレベルではずっとこの脳に治愛されちゃってるんだけど、こっちは、ね、脳が治愛する世界ですね、ブレインの世界ね、うん、でこの時代が終わってこの点の中にはまっちゃってるから1がこうにはまっちゃってる状態ですね。これを、ね、ロンギヌスの槍絶望、絶望イコール義母でもあるからね、カシウスの槍、はい、そのことをくるぐるしてる状態ですね。これがずっとこれが突破できなくてくるぐるした状態でラストのねカイウスの槍で歓喜ね、カイウスの槍が出ますよね。こう人間全体が人類全体が集団の意志がね知恵が結集させてこれが突破できちゃう、これがまあね、神事怒り神事がねこうね、うん、そのように全部解くですよね、パシッとね、うん、7番目のカイウスの槍で、全部通過してね、この点を突破しちゃうこと、これが人類保管プロジェクトね、ね、罠にはまって脳にはまって無質文明にはまって機械的条件反射にはまったことを突破させることですね、シュータンの悟りの世界、はい、まあそこをだからシンジがいろんなお父さんの立場、お父さんの AT フィールドになってみたりお母さんの AT フィールド になってみたり、いろんな関わった人たちの AT フィールドが出てきますよね、これ観点のことですよね、エプソルトリテレブル、ね、模様形がある世界は恐怖の世界ですね、うん、弱いから、本物の世界は模様形がない、時間もない空間もない存在もないエネルギーもない世界が一番強いよね。だから点があって線があって面があって模様形があって変化運動移動、これは不完全だからそれが起きるんですよね、だから恐怖なんだよね、存在は恐怖だから全部ほどけて心人間、これが人類保管プロジェクトの一番キーワードですね、人間が何を知るべきかね、うん、そのことですね、本当に全てが全部溶けて、うん、一つだけがあること、究極のシンプルね、ああそれが夢を見てたんだってね、それを明確に知るべきね、うん、もっと細かく言えばね、体人間で生きることは本当に絶望だって、究極の絶望、積極的に主体的に自発的に主導的に絶望すること徹底的に分かっちゃったら、ちっちゃいところにね絶望しないのね、究極に絶望すればラスト希望、一番ラストはね希望が出てくるの、絶望を絶望しちゃうのね、絶望自体を絶望するのはね永遠に絶望できないね関係の希望が出ますね、はい、そんな状態がね、人類保管プロジェクトね、何を知るべきか何をやるべきか、一番ね今ここ目で見ちゃダメ、はい、この151ですね、カイウスの槍で全てをね盗撮できて、はい、その集団が目覚めていくことですね、はい、うん、人間は何を知るべきか何やるべきか何を希望するべきか、はい、まあそのことが今ここね、全ての絶望を希望に大反転させる、はい、まあそれが人類保管プロジェクトですね、はい、それでこのね、うん、セーター関数ですね、うん、この2万予想ね、素数の変革、素数のねを使った
まあね、このエネルギーの、はい、理論を数式で表現している世界も、ね、この世界ですね、一番ちっちゃい、ね、核の中で、ね、だからエネルギーが振動する世界、ね、この猫グギ葉っぱ、猫グギ葉っぱの世界ね、物質文明の中でも猫グギ葉っぱ花見種があったら、ね、これが核の世界の中で起きる現象を語りますね。今回の言いたいポイントは、今私たちが住んでいるこの時代は地理700万年の中で一番強烈な意味価値がある変化をしようとする時代であること、はい、本当に人類保管プロジェクトですね、そのタイミングでぴったりこの鬼滅の刃仏教と、ね、エヴァンゲリオンキリスト教と最先端の科学まで取り入れて、この人類を保管する、ね、物質文明の見解を保管する宗教と科学を融合してそれを超えていく、この日本文明の挑戦ですね。そのことを本当に、歌とか映画を通してかなりメッセージを、ね、伝達していることを私は感じました、はい、700万年のパラダイムを大転換させるこのパンデミックが起きている事態が、ね、この全世界が今までと今から、ね、今までの世界は南西線の時代だったら、今ここからは女性性の時代ですね。だから栗の伊賀のまんまで食べるじゃなくって、殻を破って中身を美味しく食べる愛と信頼があふれる時代になるよって、そのモデルを日本から全世界に広げていくよって、その話を伝達したかったです。はい、ありがとうございました。